メカストライサンドの大迷惑。メカストライサンドの大迷惑は、コメディセントラルのテレビ番組、サウスパークの第1シーズンの12番目の話である。アメリカでの初放送は1998年2月18日に行われた。学校の授業のために化石採掘が行われている時、カートマンは奇妙な三角形の物体を見つけ、すぐに捨ててしまう。 それをカイルが拾ったところ、考古学者がその物体に書かれていた文字が、アサジだと言い出し、カイルは発見者としてメディアに注目された。それに焼き文字を焼いた、カートマンがそれは自分が見つけたものだと言い出し、カイルはしぶしぶ返す。そんな中、映画評論家のレナード・マーティンが街にやってきて、シェフにバーブラストライサンドを見かけなかったか尋ねてくる。 シェフが見かけなかったと言ったところ、マーティンは、もし彼女が三角形の物体の報道を見聞きしたら、カイルたちが大きな危機にさらされることを伝えた。それからバーベラ・ストライサンドがヘリコプターからバス停に降り、ザ・トライアングル・オブ・ジンサルがどこにあるのかその場にいた、カイルらに訪ねてくる。カイルらはストライサンドがどのような人物か知らないうえに、 三角形の物体を渡したくないと言い出した。不快に思ったストライサンドはその物体が自分の命に関わるもので、返してくれたらお金をあげると言って自分の企みを成功させるためにカイルラを自らの屋敷に連れて行く。その頃、シェフはマーティンを車に乗せてストライサンドの屋敷に向かっていた。車の中でマーティンはストライサンドが 保険外交員とメスのジャッカルの間に生まれた、ジャークで残忍で、自己中心的なウィッチで、ザ・ダイヤモンド・オブ・パンシスという古代の遺物を用いて、世界征服を行おうと企んでいることを話す。また、かつてその遺物は、マップつにされた後、地球上の別々の場所に隠されたが、ストライサンドが、マイフェア・レディの撮影中に欠片を見つけ、残りの一つが、カーアートマンが見つけたものであることが分かった。 一方、屋敷ではストライサンドが子供たちを縛り上げ、中性的な方法で拷問を行い、歌ってその物体を自分に渡させ、手元にあったもう一方と合わせて、ザ・ダイヤモンド・オブ・パンシスを作り出した。するとストライサンドは、メカ・ストライサンドになり、ゴジラのような歌声で、サウスパークの街を壊し出した。それからすぐにマーティンと、シェフが屋敷に入って、子供たちを助け出し、 彼らから事情を聞いた。ストライサンドが街で暴れ回っていると彼女をやっつけに、来たマーティンが、ジェットジャガーのような巨大ロボットに変身して立ち向かうが、すぐに倒された。この時、スタント、カイルとケニーは三人で瓦礫などを避けていったが、ケニーが、学校のグラウンドに来た時テザーボールの紐が、ケニーの首にしっかりと巻きつきもがいているうちに、死んでしまった。シドニー・ポワチエも、 ガメラのような巨大画面になって火星するが、ストライサンドに負けた。そこへザ・キュアーのロバート・スミスがやってきて、モスラのような巨大長になった後、ジャイアントロボのように腕時計を通じて、シェフたちから指示を仰いだ。メカ・ストライサンドの弱点が花だと知ったスミスは、ロボットパンチを用いて、ストライサンドから、ザ・ダイヤモンド・オブ・パンシスを叩き出し、彼女を無力化させ、メガトスで彼女を宇宙に放り投げ、 爆発させた。爆発後、イエス・キリストを含む町の人々がロバート・スミスを救世主とあがめた。夕日を背に街を去るスミスに、カイルがディスインテグレーションが僕にとっての最高のアルバムです。と叫びだ。この力は持つべきものではないと考えた。カイルらはザ・ダイヤモンド・オブ・パンシスを再び二つにしてゴミ箱に捨てた。しかし、 カイルの弟であるアイクがまた一つにしてしまい、アイクはメカアイクとなってしまったのだった。この番組が1998年2月18日に放送された後、ニールセンが叩き出した視聴率6.9で、これは320万世帯の540万人が見ているという計算になる。この回の視聴率は過去に最高の視聴率を誇った。 ダミアンのインチキパパの視聴率を抜き、コメディセントラルで放送されている、サウスパーク以外の番組の視聴率の平均の10倍を叩き出した。パーカーとストーンの二人は、この回を気に入っていたが、ファンからは、第一シーズンの中でも面白くないという感想が届き、バーブラストライサンドに関するジョークがくどくなってきたという意味もある。また、多くのファンはケニーが、 テザーボールの紐に絡まって死ぬ場面は、本筋とは、無関係であることに不満を持っているが、ケニーの死は、ジョークのつもりとして入れたと制作陣は話している。ストライサンド自身は、女性誌とのインタビューで、皮肉とパロディは楽しませていただきましたが、サウスパークや、ビビスバトヘッドといった番組によって、大衆、特に、 子供たちに対して悪いイメージがついてしまわないか心配しています。と、この回に対して否定的な印象を抱いていることを話した。制作陣はこの批判に応え、後に放送された殺人金魚の事件簿ではスプーキービジョンとして画面の四隅にストライサンドの顔写真を貼り付けた。エナード・マーティンはパーカーとストーンに対し、この回における自身の描写について 子供たちが気に入っていると話し、肯定的な印象を持っていることを話した。また、ロバート・スミスも、若い親名にとって、スミスが、サウスパークに出演したこと以上に、彼の経歴の中で大きなものはないと話し、マーティン同様肯定的な印象を抱いていることを、話した。1998年11月、メカストライサンドの大迷惑は、大食いカートマンと、腹ペコマービン。 おしゃべり、うんちのミスター・ハンキー、ウェンディ、レズニー、嫉妬と共に3枚組 DVD の第3巻に収録された。メカストライサンドの大迷惑は2002年11月12日に発売されたサウスパーク・ザ・コンプリート・ファーストシーズンにも収録されており、パーカーとストーンはこの DVD に収録された他の12と共に向けてオーディオコメンタリーも制作していた。 だが、二人が、オーディオコメンタリーの修正、検閲を拒んだため、実際には収録されず、DVD と別個に発売された CD に収録される、形となった。2008年、メカストライサンドの大迷惑は、パーカーとストーンによって、サウスパークの公式ウェブサイトサウスパークストディオスにて、無料で視聴できるようになった。この回の本放送から12年、 第14シーズンのは200回記念と称して過去に登場してきたキャラクターが再登場する内容となっており、その回で登場したメカストライサンドのデザインは初登場よりコンピュータじみたデザインとなっており、アニメーションの技術の向上により動きもより滑らかになっている。彼女の右手はチェーンソーンになっており、尻にはミサイルランチャーが、肩にはミサイルパックがそれぞれ搭載され、 乳首から蒸気を噴出する機能が追加された。ニールダイヤモンドとデュエットする場面でメカストライサンドは正規から緑色のガスを噴き出しサウスパークの住民を苦しめている。なおメカストライサンドの大迷惑で披露されたメカストライサンドについての日本語の歌は200でも取り上げられている。マーティンはシェフにストライサンドが マイフェアレティの撮影中にザ・トライアングル・オブ・ジンサルを見つけたと伝えたが、実際のところ彼女がこの映画に出演した事実はない。また、この回では、ゴジラなどといった日本の怪獣映画のパロディが用いられており、この回における彼女の出生は、オーメンのパロディであり、スタンがメカストライサンドを見て発した、マイ・マザー・トール・ド・ミーゼ・ゼ・アーリアル・モンスターズ。 バットゼアーという言葉は、エイリアン2のニューと、レベッカ・ジョーンズの発言を引きしたものである。ストライサンドが、破壊活動を行い出したシーンで、リポーターのジャスト・ウィークス・アフター・ザ・デボティング、アタック・オブ・ミュータント・ジェネティック・クリチャース、ゾンビス、アンド・サンクス・ギビング・ターキス、ザ・タウン・オブ・サウス・パーク・ハス、マネージド・ツーリービルド・イット・セルフという報道は、先に放送された、カイルの像、ブとメイクラブ。 結膜炎ゾンビ計画、大食いカートマンと腹ペコ、マービーを踏まえた上でのものである。ストライサンドの400万ドルのコンプレックスは、リーサルウェポンにでメル・ギブソンがトラックで弾いたコンプレックスのパロディである。ストライサンドの実質には、サタンとツーショットした時のポスターがあり、ラブ、ミアモール、サタンというサインがポスターに書かれている。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。